ラーンディル軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院占領制管区の、軍である。行政機関は、軍長所在地のベッツラーにあり、ディレンブルク、ヘルボルン、ハイガーに文書がある。軍名の由来は、ラーン川とディル川の2本の川である。1970年代のラーンディル地域の大規模な地域改変によって、ラーンディル軍が形成された。 1977年にラーン氏が形成されたが、1979年に再び廃止され小さな自治体に分割され、キュービッツラー軍、ディル軍及びキュービーデンコプフ軍の終焉部の市町村からミッテルヘッセンに新たな軍として本軍が成立した。ラーンディル軍はミッテルヘッセンの西部に位置しており、ノルトベストファーレン州及びラインラントップファルツ州と境を接している。 群域北部にロタール山地の市脈、西部にベスターバルトの市脈、北東部にはグラーデンバッフハベルクラント南西部、南部はラーン、川中流域の谷とヒンタータウニュス東部の一部を含む。群内の最高地点はロタール山地南斜面とディーツ・ヘルツタール町内にある。群内の特徴的な風景を作り出している谷をラーン川とその右岸側の支流である。 ディル川が流れている。ミッテルヘッセンのギーセン群ギーセンやホイヒエルハイム方面から流れてきたラーン川はベッツラーのドゥーテンホーフェンシクからほぼ東西方向に群内を流れ、群庁所在地ベッツラーの中核宿区で北から流れてきたディルガーと合流する。ラーン川はロインのビスキルヒエン近郊で隣のリムブルクイコールバイル群に位置するレーンベルクの中心街に向かって 本軍を離れる。ラーンディル軍は、北東から時計回りに、ヘッセン州マールブルクビーデンコップフ軍、ギーセン軍、ベッテラウ軍、ホーホタウヌス軍、リムブルクイコールバイル軍、ラインラントップファルツ州、ベスターバルト軍、ノルトベストファーレン州ジーゲンウィトゲンシュタイン軍と、境を接している。ドイツ全土がそうであるように温帯に属する、ラーンディル軍を、 年間降水量に大きな違いがある天気の境界が通っている。軍の北部では中部及び南部に比べ50%以上多い降水量を示す。リーツイコールマンデルンの年間降水量が 1096.4mm であるのに対して、軍内で最も少ないエイリングスハウゼン・ケルシュハウゼンのそれは 718.9mm である。通常、 ロタール山地の死脈が突き出した、軍北部から南に行くにつれて、降水量が少なくなる傾向がある。D2 コールマンデルン 1096.4mm、エッシェンブルクヒルテンハイン 965.6mm、ジークバフハイコールアイゼムロート 841.4mm、ベッツラーナウボルン 731.1mm。また、軍南部でも、 西部と東部とでは大きく異なっている。ベスターバルトに属すドリードルフの年間降水量は1229.1ミ、mm、リメートルと、直線距離で約15キロメートルしか離れていないエイリングハウゼンの、それの1.7倍に達する。ラーンディル軍の年間平均気温は、ドイツ全土の平均値である摂氏8.2度に近い、アスラークラインアルテンシュテッテン、摂氏8.4度。 ほぼ同じ高さ314メートルに位置するディレンブルクは摂氏7.7度である。軍域南部はゾルムス・ブラウンフェルス公領及び帝国自由都市ベッツラーに属していた。1803年の帝国代表社会議主要決議の結果、ベッツラー白領となり、その後ライン同盟主座大使教皇で帝国最小のカールテオドール・フォンダールベルクによって、 新たに創設されたフランクフルト大公国に編入された。旧、ゾルムス領は1806年にナッサウ公国領となり、1815年にプロイセン王国領となった。1816年にプロイセンのベッツラー軍とブラウンフェルス軍が成立し、1822年にベッツラー軍に統合された。この軍は1932年まで飛び地として、 プロイセンのライン州に属した。軍域北部は中世からナッサウ以降レディルブルク公領に属した。1806年から1813年までフランス占領下のベルク大公国、1813年から1815年までナッサウオラニエン公国に属したが、1816年にナッサウ公国領となった。ここではアムト・ヘルボルンとアムト・ディレンブルクを形成した。 ナッサウ公国がプロイセンに併合された後、1866年に、両アムとはディル軍に統合された。第二次世界大戦後、現在の軍域全体が、ヘッセン州となった。ヘッセン州の地域再編によって1977年1月1日に、ラーンディル軍が創設された。この新しい軍は、以下の地区から形成された。この新しい軍は、 面積1695平方キロメートルで36市町村を含んだ。行政中心地は同時に形成されたラーン市であった。この町は軍独立市議選とベッツラー、ベッツラー軍の13町村及びギーセン軍のホイヒールハイムが合併して成立した。この地域再編は主にベッツラー側住民の激しい抵抗によって撤回された。 1979年8月1日に、ラーン氏は廃止され、ラーンディル軍は新たに分割された。この結果、ラーンディル軍は23市町村、面積1066.5平方キロメートルとなった。ラーンディル軍は1979年8月1日に、軍域の変更がなされた。ラーンディル軍役場2016年3月6日の軍、議会選挙結果を以下に示す。 比較のためにそれ以前の結果も表示した。図柄、上下に分割。上部は金字に赤いくちばしと爪を持つ黒い相当の和紙。下部は左右に分割。向かって、左は金字に赤い帯がついた青い資料用の角笛。向かって、右は青字に金色の小さな四角形が巻かれた地の上に赤い下と爪を持つ金の獅子。解説、帝国和紙は、 かつての自由帝国都市ベッツラーを象徴している。狩りの角笛は、オラニエ博、獅子は、ナッサウ公を表している。この文章は1980年8月4日に、承認された。ベッツラー駅とそのバスターミナル群に機内を、連邦アウトバーン A45 号線及び、欧州自動車道 E40 号線、E41 号線、アウトバーン A480 号線が通っている。 さらに多くの連邦道、軍道が軍内を通っており、その中には、連邦道 B49 号線及び44号線、B253 号線、B255 号線、B277 号線、Q、B277A 号線が含まれる。ラーンディル交通連合及び、リムブルクイコールバイル軍ローカル近郊交通協会、GMBH は、 2011年9月初めに、ラーンディルバイル交通協会 MBH に至る、レギオナルエクスプレスや、ラーンディル軍中部の市町村を乗り換えなしで、フランクフルトアムマインに結ぶ、ミッテルイコールエクスプレスが走行している。2009年12月の時刻表改正後、平日には、ベッツラー、ヘルボルン、リレンブルクに、国際列車ユーロシティが発着することになった。この列車は、 ジーゲンからフランクフルトアムマイン、シュトットガルト、ミュンヘンを経由して、クラーゲンフルトアムバルターゼー、ルブラナ、あるいはザグレブまで運行されていた。この列車は2011年の時刻表改正で、再び廃止された。この他に、ギーセンからベッツラー・バイルブルク、マイナス・リムブルクを経由して、コブレンツに至るラーンタール鉄道が運行している。ディレンブルクから、 ハイガーを経由して、ベッツドルフへ行く、ヘラータール鉄道も軍域をかすめている。南部では、バルトゾルムスブラントーベルンドルフから、タウヌス鉄道を利用して、バートホムブルク及びフランクフルトに往来できる。軍内の鉄道路線は1996年に、ドイツ鉄道から、VLD が購入した。大きな駅は、ベッツラー、ヘルボルン、ディゲンブルクにある。括弧内の数値は、 2019年12月31日、現在の人口、ありがとうございます。